ない大阪人形。今回は腕の形を整えていきます。上腕を削って形を整えます。反対側の上腕も削ります。左右対称になるようにします。次は2体目です。上腕を削って整えます。反対側の上腕も削ります。次は3体目の上腕を削ります。次は前腕を削って整えます。反対側の腕も削ります。2体目の前腕を削って整えます。続いて3体目を削ります。
腕を大まかに削って調整しました。次は粘土を持って形を整えます。最後に軽く削って整えます。左右対称になるように削ります。腕の形を整え終わりました。